見晴らしの良い小高い丘の上に見えるのは、宮脇愛子作移ろい。四本の柱から伸びたワイヤーが空へ自由な形をのびのびと描いています。この作品の中心に立って上を見上げると、ワイヤーの線で空が切り取られたように見えます。空に線を描いてみたい、作者のそんな思いからこの作品は生まれました。表面にかすかな面を持った柱は周りの風景を映し、四季の変化や天気の移り変わりによって全く違う表情を作ります。その姿は見ている私たちへ移ろいゆくことの美しさを感じさせます。田中勲作1:1:2。この作品は5分ごとにコンピューター操作によって形が変わり、全部で16パターンの形が楽しめます。1:1:2とは、奥行きの縦横の比率が1:2となっていて、回転部分からの比率が1:1:2を基本とされ、作者の造形的感覚としてルート2が長く作られています。形の変わる驚きと楽しさを周りの風景と一緒にお楽しみください。